はい、どうも、コミーです。さて、本日は普段ですね、ちょっとあんまやらないような、お話なんですけども、アップデート情報ですね、これをちょっと見ていきたいと思います。今回のアップデートですね、日本時間で言うと、まあ、大体どうだろう、夜の、10時過ぎぐらいですかね、にこう、アプリ内で掲載されたと思うんですけども、まあ、それですね、まあ、私はちょっと時差もある中なんで、ちょうど収録ができる時間、この時間帯っていうかに、見ることができて、まあ、それをね、まだ、YouTube で上がってないかなと思ったんで、ちょっとやっていこうかなというふうに思います。で、今回のアップデート、まあ、総じて何が起こっているかっていうと、すべてタウンホール12、13のリクパートに影響する、バランス調整ということになってます。で、今回ですね、パッと見た感じ影響をめちゃくちゃ受けるのが、まあ、ディガーホグライダーイエティですね。この、参戦術を使っている方っていうのは、ちょっと今回の変更で、環境がどう変わるか、よくですね、練習とかで慣れてから本番挑んだ方がいいかなって思います。特に、バネトラップと、あとボムタワー、まあ、ここのですね、変更がめちゃくちゃ大きいなと。まあ、いうことで一個一個見ていきましょう。まずはこれですね。バネトラップの範囲を 0.7 から 0.8 マス分に変更ということです。これでまあどういうことかっていうと、バネトラップってですね、まあ皆さん、これですね、ちっちゃくしてると見えないんですけども、白い範囲がこうありますよね。ここに乗っかったユニットがバネでビョーンと飛んでいくと、まあいうトラップじゃないですか。で、この範囲が今半径 0.7 なんですけど、それが 0.8 に広がるよということです。で、このポイントは半径であって直径ではないんですね。なんで、直径では、1.4 が 1.6 に広がると、まあそんなような格好になります。で、どういうことが起こるかっていうと、今まで、ディガーとかホグライダーが乗っかっても、まあ1体とかしか飛ばなかったようなケースで、今後2体飛んでいくことが起こったりとか、あとは、イエティもそうですね。イエティが、まあ、イエティはこれ、容量が、まあ、レベルマックスでやっぱ18飛ばせるんで、ギリギリイエティかかっちゃうんですよね。なんで、今までバネトラップ踏まなかったようなタイミングっていうか、まあ、場所で、イエティがバネを踏んじゃって、すっ飛んでいくということがですね、まあ、起こるわけかなというふうに思います。なので、まずこれは、イエティを使う人にも、あとはまあディガホグとかね、いうのを使う方にも、非常に影響度が大きい。私結構ですね、ディガホグよく使ってプレイしてるので、開発ビルドを持ってないんで、持ってる方はもう試せんのかもしれないですけど、どれくらいの実際の影響になってくるのかっていうのは少し、心配というか、早く試したい、まあ、気になるポイントですね。ちょうど JWC も今始まったばかりで、結構ですね、攻めに力を入れてるとこなんで、まあ、守りもそうですけどね、どういう影響があるのかっていうのは、ちょっとですね、実際のプレイを早くしてみたいなというところになります。はい。で、二つ目行ってみましょう。二つ目からは、ボムタワーが、体力、あとは、毎秒ダメージ、爆破ダメージ全部変わります。まず見ていきたいのは体力ですね。これ、ボムタワーの体力っていうのがここ。まあ、こんな風に、まあ、変わってきますよということですね。で、レベル5の場合は50。で、6で100、7で200上がりますよという形になっていて、まあ、これがどういうことかっていうと、ですね、ちょっと今、私のアカウントも13になっちゃってるので、1600っていう体力がまあどのくらいかっていう話をしていくと、まあ、迫撃砲は全然低いですよね。で、ウィザードの塔は高すぎる。で、対空砲で見ると、まあ、大体対空砲ぐらいです。これプラス100ぐらいですね。で、大砲に行っちゃうと、ちょっとね、もっと高いです。まあ、1870ということなんで、まあ、これはですね、普通に、高い。全然高い。で、これ、アーチャータワー。まあ、これは、今回のボムタワーとほとんど体力が変わらなかったんですけども、アーチャー塔よりはボムタワーの方がタフになるということですね。まあ、なんで、ディガホグなんかで、突っ込んだ時に少し足止めをまあ食らいやすいということになります。で、もう一個重要なポイントっていうのは、このロイヤルチャンピオンのこれホーミングシールドですね。これで破壊できる体力なのかどうかっていうところに関しては問題なしですね。ホーミングシールド、ロイヤルチャンピオンのレベルがマックスになればもう確実に破壊できるし、多分、ホーミングシールドレベル3でもいけるんじゃないかな。ちょっと、正しい数値が今頭に入ってなくて申し訳ないんですけども、まあ、いずれにしても
まあ、カウントの勝負になった場合には、ホーミングシールドで破壊できるような、体力の、設定になっているっていうところ、まあ、これめちゃくちゃ重要です。ちょっとこの後話をするんですけども、これがおそらくですね、これからのそのイエティを特に使う人にとっては、肝になってくるポイントになるかなと思うので、さあでは話を進めていきたいと思うんですけども、次はですね、まあ、DPS という、まあ俗に DPS って書いてますけども、ダメージパーセカンドですね、毎秒与えるダメージが、まあ、こんな風に、変わりますよということですね。はい、まあ、これはですね、今回の変更の中では、まあ、差したる問題になるところではないかなと個人的には思ってます。あの壁際なんかに置いた場合にはウォールブレーカーがもしかしたらみたいなことを考えたりするかもしれないんですけども、今回それよりももっと、大きな、変更があるので、壁際とかそういう、うん、ウォールブレーカーに相対するような場所にこのボムタワーを置くっていうのは、まあ、多分考えにくいと思うんですよね。で、何がそれかっていうと、ここの部分ですね。ここ 6-7 のボムタワーの破壊後出現爆弾ダメージっていうのが今までこんだけだったのがこう上がるわけですね。で、レベル6に関しては、まあ、350まで、まあ、増える、まあ、10増える。で、レベル7では20増える、まあ、そんなに増えないですよね。あのダメージそんなに増えないんで、まあ、これ自体っていうのはギガホグなんかを使う場合には、まあ、まあ刺して影響はない。どっちかっていうとボムタワーの体力が上がる方がいやらしいかもしれないなというふうに思うんですけども、これがですね、今の400っていうダメージが、まあ、何が一番嫌かっていうと、これなんですね。イエティ、あのイエティ本体の体力っていうのは、まあ、それなりに高いんですよね。レベルマックスも3500あるんで、まあ、20のダメージが上がったところで、まあ、どうってことはないじゃないですか。なんですけど、こっちですね、これミニイエティのヒットポイントっていうのが400しかないので、ちょうどあのボムタワーの爆破ダメージでこれがやられちゃうんですね。この部分っていうのが今回の変更で私一番クリティカルな部分かなというふうにちょっと思っていて、で、今後ですね、おそらく配置を作るときないしは攻めるときも、ボムタワーをどう処理するかっていうね、イエティ使う場合の話ですけども、そこをよく考えて攻めていかないと、まあ、とんでもないことになる可能性がありますね。あのちょっと注意すべきかなと思います。まあまあ、そもそもミニイエティも含めたイエティって、ちょっと前の動画で私、ギガインフェルノにまあすごい弱いっていう話をしました。あの秒間与えてくるダメージが半端なく多い上に体力が大きくて、で爆破ダメージまで食らわしてくると。なのでこの、ギガインフェルノに当たるタイミングで、うん、どうしてもイエティの集団がいる場合にはトーム使わされちゃうと思うんですよね。ここでフリーズを使ってもいいんですけども、まあ、フリーズを今後使っていくことになるのかな。今までは私トームを使うようにしたんですよ。ギガインフェルノの爆破ダメージも全部回避できるからいいなと思って。なんですけども、今後はもしかしたらトームを使っていって、で、ごめん、フリーズを使っていって、トームは、ボムタワーに使っていくっていう形になるかもしれないですね。そうしていかないと、村の中心部とかで暴れまくっているイエティが、壊したボムタワーの、その、最後の余波で、放出されたミニエティが一網打尽にされちゃうということが起こり得る可能性があって、そうなってきちゃうと、もはや、中心部におけるイエティの、なんていうのかな、もう蹂躙力っていうんですか、ものすごい突破力、あれがかなり失われる、まあ、危険性があるかなと思います。まあ、これもですね、ちょっと、開発ビルドがあればぜひ試したかったんですけども、ちょっとないのでね、ぜひまた、そういう動画をね、やってくださる YouTuber の方いたら見ていただきたいと思うのと、まあ実装されたら私もちょっと早めに試したいなというふうに思うんですけども、まあ村の配置作りも多分変わってきますよね。ボムタワーが今後イエティ対策の超重要施設になってくるんで、ギガインフェルノのその近くに置いて、まとめてトームで回避できちゃうとか、まあ、いうもう配置っていうのはもうこれは、絶対やめた方がいいし、おそらくなくなっていくと思います。で、どんな風な配置になってくるかっていうと、例えばギガインフェルノがある、壁の隅っこら辺にあったとすると、それと対極側に、このボムタワーを置くとか、まあいうようなですね、形になっていくんじゃないかなって思います。で、それを今度はロイヤルチャンピオンで、ホーミングシールドなんかも使いながらどう処理していくのかみたいなね、形で攻めを組み立てていくことになるのかなというふうにまあ想像します。
知らない方はもしかしたらいるかもしれないんですけど、ミニエティって実はこれ空中にも攻撃できるんですよね。地上だけじゃなくて。なのでワンチャン援軍処理ミスった場合なんかもミニエティが、まあ、今まで実はどさくさに紛れて何とかしてくれたっていうケースはあったと思うんですけど、今後そういう機体が半減してしまう可能性があるってところに関しては結構これはですね大きなポイントになってくるのかなと思います。はい、では最後ですね、間違った、最後ですね、見ていきましょう。ラストは大砲の DPS ですね。はい、ここのところで、ここに関しては、まあ、ターンホール13の場合大砲の最大レベルが18なので、この限り影響はないです。なので、まあ、どっちかというとターンホール12におけるまあ、陸戦術がちょっとだけやりやすくなったかなと、まあ、いうところかなと思います。まあ、食い火なんかする方にとってはこういう、ちょっとしたダメージの減少っていうのはまあまあ、チリも積もれば的な話になってくるので影響はあるかもしれないですね。タンホール12の食い火なんかでは私はこれはちょっと効いてくる話なのかなというふうにまあ思います。どうなんでしょうね、大砲一発のこの、ダメージ減少によって何か今まで一発でやられちゃうユニットが生き残るようなことになるんだったら全然話は変わってきますよね。まあ、さっき言ったウォールブレイカーなんかがもしもね、今まで2発かかったものが3発、とか、まあ、3発だったところが2発、2発でやられたところが3発耐えるとか、まあ、1発だったところが2発耐えれるとか、まあ、そんなようなね、ケースでは効いてくるのかもしれないですけど、まあ、そんなに大きな影響だとはちょっと正直思えなくて、まあ、せいぜい今言ったようにタウンホール12のクイヒーパートを伸ばすのに使えるようなところなのかなと、まあ、いうふうに感じてます。はい、というところでですね、本日ちょっと珍しいですね、私のチャンネルでは非常に珍しいアップデ情報の解説を、させていただきました。まあ、まとめるとタウンホール12、13の陸のバランス調整、特にイエティ、ディガホグ系の戦術を使う方に影響の大きい内容となっていて、とりわけ、まあ、バネトラップと、ボムタワーの破壊ダメージが、インパクトが大で、どちらもこれはイエティにとっては、効くポイントになってくるので、まあ、イエティラッシュを中心にしている方っていうのは、よく、この変更による影響っていうのを、検証、自分なりの、まあ、攻め方でやってから、本番臨まれた方がいいかなというふうに思います。はい、というところでですね、本日の動画を終わりにしたいと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。ぜひですね、今関西クラクラクラブやっとというところですが、JWC にも参加してね、まあ、今レベルの違いがすごい痛感するぐらい皆さん上手くて気合い入れ直してるところなんですけども、一緒に戦ってくれるよというね、12、13の方、対戦大好きな方がいらっしゃいましたら、ぜひですね、遊びに来てもらえたら嬉しいなというふうに思います。はい、では本日この辺りで失礼いたします。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。